中国海軍の航空母艦といえば、一番艦で練習用とみなされている遼寧が近年は日本の近海にもたびたび進出するなど、同国海軍が自国の沿海域を越えて西太平洋に勢力を拡大するための象徴的な戦力と位置づけていることが感じられるよね。遼寧は旧ソ連時代に建造中であった同国の未完成の航空母艦を、最終的に所有権を有したウクライナから中国がスクラップと名目を偽って入手し、完成させて自国の初の航空母艦として収益させたことでも有名だな。中国の軍拡の動きは侮れないよね。どんな状況になっても対応できるように、日本側も備えておく必要があるよ。さて今回は、中国が遼寧、山東に続き3隻目の福建を進水させたことと、電磁式カタパルト搭載の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国はこの遼寧を完成させた経験をもとに国産としては初建造で、海軍としては2隻目の航空母艦山東もすでに2019年末に収益させ、航空母艦戦力の拡充を図っており、こちらも海洋進出の強化を印象付けているよね。しかし遼寧山東の2隻はいずれもストーバーショートテイクオフバットアレステッドリカバリー方式での、艦載機の運用を行う航空母艦であり、艦首部にはスキージャンプと呼ばれる傾斜が付けられているんだ。これはストーバー方式が日本語では短距離離陸高速着艦と訳されることからもわかるように、艦載機ができるだけ短い距離を自走しスキージャンプ勾配を利用して離陸し、着艦はアレスティングワイヤーを使用する形式のものだな。このストーバー方式は発艦に強制的に艦載機を加速させるカタパルトを使用しないため、その開発技術やノウハウを持たない国の海軍の航空母艦でも用いられているが、その分艦載機の能力には制限が生じてしまうぜ。これはストーバー方式の場合にはどうしても艦載機が自力で加速して離陸する必要があるため、機体自体を軽くしておくことが避けられず、物理的には可能な燃料や兵装の搭載量を減らさざるを得ないことを意味しているよ。よってストーバー方式で離陸した艦載機はカタパルトを装備したカトーバー方式の場合として、一概に燃料が少ないため作戦行動半径が狭く、また兵装も少ないため、攻撃回数や攻撃能力に劣ることがマストと考えられているんだ。アメリカ海軍の主力である10隻のミニッツ級航空母艦及び、1隻のジェラルド・アール・フォード級は全てカタパルトを備えたカトーバー方式なんだけど、同方式が採用されている航空母艦はこれら以外にはフランス海軍のシャルル・ド・ゴールのみとなっているみたい。このシャルル・ド・ゴールが搭載しているカタパルトも、アメリカが同盟国として技術援助を行っていることで実現されているものであり、事実上これまではカタパルトの製造や運用技術はアメリカが独占していると言って良い状態だったんだ。これらのカタパルトの中でミニッツ級やシャルル・ド・ゴールが搭載している形式が蒸気式カタパルトであり、映画トップガンでアメリカ海軍の航空母艦から F-14 や FA-18 等が離陸する際に描写されたものだね。これらの映画の画面でもわかるように、蒸気式カタパルトは文字通り蒸気をその力として動作しているため、艦載機の離陸時にはかなりの量の水蒸気が飛散されることを目にしたという方も少なからずいると思うよ。アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦はこの蒸気式カタパルトを艦首に向けて2機、アングルドデッキ上に2機の合計4機を備えているけど、動力となる蒸気を通すため非常に多くの配管を艦内に張り巡らせているんだ。その蒸気用の配管の維持メンテナンスにも膨大な労力がかかるであろうことは想像に難くなく、また艦載機の離陸時の機体ごとの調節の容易さを狙って、アメリカ海軍は2017年に収益させたジェラルド・アール・フォード級からカタパルトの仕組みを変更したみたい。それが電磁式のカタパルトであり、EMALS エレクトロマグネティックエアクラフトローンチシステムと呼称される。電気を動力源として用いる形式で、アメリカ海軍とイギリス海軍とが共同開発を行ったものになるぜ。電磁式のカタパルトは蒸気式のものと比して、艦載機へ加える力をより状態に応じて細かく制御可能であり、またエネルギー効率に優れ構成部品が長寿命、蒸気を起こすボイラーやその配管が不要となることが利点とされているな。比
き換え電磁式のカタパルトの運用には膨大な電力を供給する必要があり、また現時点では蒸気式カタパルトに比して開発及び製造に要するコストが総じて高額であり、費用対効果の面ではまだ課題が多いと考えられてきたよ。しかもこの電磁式カタパルトを搭載した初の航空母艦であるジェラルド・アール・フォードは2017年に収益を果たしたものの、同システムや他の並走搬出用のエレベータなどのトラブルが相次ぎ、戦力化にはかなりの時間を要しているみたい。まだまだクリアしないといけない課題がたくさんあるってことだね。こうしたジェラルド・アール・フォードでの失敗の教訓を活かし、以後のアメリカ海軍では艦艇への新機軸の搭載はある程度に限定しつつ進めていく方針を打ち出しており、安定した移行を図ることを優先するんだって。このようにアメリカ海軍ですらもその導入と実る運用に手を焼いた電磁式カタパルトなんだけど、中国海軍では2022年6月に進水を行った3隻目の航空母艦福建に、これまでカタパルトの運用実績すらないにもかかわらず搭載すると明言しているんだ。福建が進水を迎えた際には、搭載予定とされた電磁式カタパルトは3機と説明されていたが、いずれもその箇所には覆いがかけられており、実際に装備されるのはまだ後のことになるのだろうと伺わせたな。中国海軍の福建は基準排水量が71,875トン、満載排水量が8万トン以上、全長が315メートル以上、全幅が76メートル以上と推定されているが、無論この規模はアメリカ海軍の航空母艦を除けば世界でも最大クラスだね。福建は早ければこの2023年春前後に最初の航行テストに臨むと予想する西側の関係者もあり、さらにそこから1年半ほどの期間をかけて2024年中には実戦配備が行われる可能性も示唆されるなど、動向が注目されているよ。このスケジュールの予測が正しいと仮定した場合、福建は来年の2024年には電磁式カタパルトを含む艦載機のカトーバー方式での運用能力を獲得することが必須となるけど、個人的にはこの流れがスムーズにいくのかには疑問を禁じ得ないね。まずは当然のことながらあのアメリカ軍でさえも想定通りに稼働させることに時間を要した電磁式カタパルトそのものについてであり、いかに中国が様々な技術を模倣しコピーする国といえどそれが今から1年ほどで可能かという点だと思う。次にカトーバー方式用の艦載機の準備の件があり、これまでストーバー方式の機体しか運用してこなかった中国が、これまでも報道はされては北が戦闘機をはじめとし、早期完成機等まで網羅する形にできるのかという部分だな。そして最後には福建はこれまでの中国の航空母艦と同様に通常動力型であり、非常に大きな電力を必要とする電磁式カタパルトの運用をその仕様で実用化できるのか、という点で決してそれは容易ではないと考えるためだぜ。これらをまとめなければ電磁式カタパルトそのものの完成、搭載する各種艦載機のストーバー方式への対応、通常動力型である福建の電力供給能力という3点から、その2024年内での収益は困難なのではないかと個人的には思えるんだ。いずれにせよ中国側がまず予想されたように、この2023年の春から福建の公開テストに着手できるのか否かが鍵となると思われるが、この2023年3月の段階でも今のところそうした動きは少なくとも報じられてはいないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。